から氷川町かもしれないから八代市に入りました。国道3です。南に向かっています。なんかここ数日急に空気が白っぽくなった。少し前霧島の山に長島社長さんと登った時は遠くの山まで見えた。で今はですね、なんか 2,3 キロ向こうのこの電柱っていうかちっちゃな山だって、近くの山ももうかすんでる。これ九州の人は、ま、いる人は分かるんでしょうね。住んでる人は、あこれは黄砂だとかね。他昨日も今日も霧ってことはないと思うんだよね。なんか空気は湿ってる感じしないし、八代市は球磨川の河口ですね。数年前球磨川が荒れて、もう人吉あたり大変な被害でしたよね。その途中どこもここもね。そしてその後次の年とか、あなんか一般の人は通れない時があったんですよ。だからあれ以来初めて自分は通るかなって。